はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。例の一律定額給付金の5万円ですよね。まあ、10万円も控えてると言われてますけども、麻生財務大臣がね、まあ、否定的なコメントを出しているというところばかりがクローズアップされてますけども、同時にですね、麻生財務大臣は、まあ、こんなことも言ってるんですよ。こんなことってのはどういうことかというと、まあ、支払う意思があるよとも言ってるんですよ。これあまり知られてないんでね、今回皆さんにお知らせしたいと思います。最近ね、広島雨続きでですね、洗濯物が乾かないんですよね。なんか私も着るものがだんだんなくなってきました。というふうなね、関係ないコメントでございましたけど、ちょっと画面切り替えて麻生財務大臣のコメントを見ていきましょう。よいしょ。麻生財務大臣、一律5万円の定額給付金に否定的、異なる状況とあります。これは2020年の10月16日の記事でございます。麻生財務大臣は16日の閣議後会見で自民党の武部新、などなど書かれていますよね。そこで何が言われているかというと、ここですね。特別定額給付金は緊急事態宣言が全国に拡大した状況を踏まえ行った。現在、緊急事態宣言は解除されており、異なる状況だということで、今ね、緊急事態宣言がないから、これは別に定額給付金いらないでしょうってことを言ってるんですよ。で、ここばかりがクローズアップされてますけども、下の句があるんですよね。下の句、今回私と一緒にね、皆さんと確認していきましょう。ちょっとだけ、希望が見えてくるんじゃないかなと思います。はい。ここですね。一方、麻生財務大臣は、経済の下支えが必要となった場合、新型コロナ対応の予備費の活用や、すでに成立した補正予算に盛り込まれた事業を、着実かつ迅速に行うことで対応していく方針も示したということなんですよ。で、要するにね、なんですかね、予備費ですか。予備費をどういうふうに使うかってことは、まあ、特別定額給付金などにも、やっぱり考えが及んでいるということなんですよね。まあですんで、完全にその道はないよということではないんですよ。なぜかね、この上の句ばかりがね、ここばかりが引用されて、クローズアップされてますけども、下の句ありますよね。予備費の活用を考えているよと。で、経済の下支えが必要となった場合ですから、じゃあ誰がね、ちょっと聞きましょうか。誰が経済の下支えが必要だというふうに判断するのか、そして誰が判断させるのかですけども、私たちの暮らしで経済の下支えがどうしても必要なんですというふうな切なる訴えがあればですね、あ、これ国民が経済の下支えが必要だって言ってますよみたいなことがどんどん挙げられていってですね、それを麻生財務大臣なり他の閣僚なりが判断して、じゃあちょっと予備費の活用していきましょうかみたいになっていくと思うんですよ、私はね。うん。だから何が起こるかと言いますと、私たちがどのようにね、経済の下支えが必要とされているのかってことをきちんと一人一人が伝えていくことだと思うんですよ。で、繰り返しになりますけども、行政改革担当大臣の河野太郎さんがいますよね。で、河野太郎さんは、いろんなね、ご意見を皆さんから取ろうと思って、ご自身のツイッターなり、それからホームページなりに、ご意見箱っていうのを開設しました。そうすると、初日で3000件から4000件のメールが集まってですね、もうちょっとね、受け入れをストップしたんですよ。もう3000件、4000件でもすでにね、わあ、こんなに要求が来てるのか、一つずつこなさないといけないなってことになって、もう動いてるんですよね。これを見てくださいよ。だから3000件、4000件で河野太郎さんは行政改革動き出しました。じゃあですね、この特別定額給付金に対しまして、何千件、今ね、声が上がってるんでしょうか。皆さんね、しつこくしつこく官邸にメールを送っていただいたりとか、河野太郎事務所に電話をかけたりとかね、メールを送ったりしてくれてると思います。菅総理のところにも電話してくださる方いるみたいですね。中にはですね、内容証明とか、事務所に実際行ったよって方もいらっしゃると思います。そうなんですよ。この国民の活動、国民の意思の圧力が政治を動かすんですよ。いや、それ以外にね、もうそんなことしても無駄だっていう方、それ以外なんか方法ありますか？それ以外なんか方法あったらそれを取りましょうよ。でも私たちは、本当にね、力がない、本当に普通の人ですよ。一般国民です。それこそね、お金に結構ね、悩まされた人生だと思いませんか、私たちは。お金に苦しめられ、お金に悩まされて、そして時にお金に助けられ、これを繰り返していく人生なんですよ。ということは今回は、お金にすごく苦しめられてますから、うん、で、その根本は、例の感染症がですね、私たちの稼ぐ機会を失って、活動する機会を失って、それが全国に蔓延、いや、世界に蔓延してですね、経済ってものを止めかかってるわけなんですよ。じゃあですね、そこに対して財政出動という形で私たちに現金支給をね、無限にくれとは言いませんよ。当座のお金だけでまずはいいんですよ。5万円。うん。5万円をちょっとね、いただいて、それでなんとか生き延びて明るい社会に一歩
足を踏み入れたいと思うんですよね。もちろん5万円で全てが解決するわけではないんで、それからのことはやっぱりね、国民と政権と一緒に考えていかなくてはならないところだと思います。日本に住んでいる1億人全員がね、これは一丸となってっていうとまだね、軍国主義みたいになっちゃいますけども、全員一丸となってこれからの時代に立ち向かっていかないといけないところで、国民の意思と、現政権の意思が乖離していては、もう最初からつまずいちゃうわけですよ。よくね、被害妄想なのか現実なのかちょっとわかりませんけども、権力者っていうのはお金持ちばかりに忖度してね、お金持ちを優遇する、大企業を優遇するって言いますけども、これは誤解ですよ。大企業が独り勝ちすることはないんですよ。なぜならね、大企業が商品を作る労働者を使い捨てにする。そうなったら大企業の商品って一体誰が買ってくれるんですか。大企業の商品といえどもですね、一般国民とか本当にね、年収月収それが低い方も買うんですよね。100円均一とか行くでしょ。じゃあ100円均一のものですら買えないぐらい国民が貧乏になったら、100円均一はどうやって営業するんですかってことなんですよ。世の中にいっぱいね、飲食店ありますよね。飲食店で素晴らしい店ばかりじゃないと思います。ブラック労働もあります。でも結局はですね、私たち国民が飲食店に行けなくなっちゃったら飲食店は潰れるんですよ。まあですんで、やっぱりね、大企業といえども中小といえども零細といえども、どうやったらお客様に自分の商品やサービスを手に取っていただけるかってことを日夜考えてるんですよね。そしてそれをなんとか実現しようと思ってるんですよ。まあですんで、大企業はあまりね、こき下ろすもんでもないかなと思います。もちろんね、大企業にはいろんな特権がありますよ。でもそんな特権も、最初は大企業といえども、小さな1店舗から始まってるわけなんですよ。そこからね、生き延びてきて、長い歴史と信用のもと、その信用を与えたのは、顧客である我々国民なんですよね。まあだからある意味私たちが支持したからこそ、大企業は大企業として存続してますし、大企業といえども、取引先や下請けは大企業ではないんですよね。日本のほとんどの下請け取引先ってのは中小零細企業なんですよ。まあですので中小零細企業がなくなってしまえば大企業もそのまま消えるということなので、やっぱりこれら辺はね、一定のバランスをとっていってると思うんですね。確かにね、いろいろと不満もあるでしょうけども、だからといって私たち国民が敵対していいことはないんですよ。なんとかね、共通項を見出して一緒に協力していける分野ってのを見出していけないかなと私は考えるんですよね。それですね、特別定額給付の話に戻しますけども、麻生財務大臣も、景気の下支えが必要ならば財政出動するよというふうなコメントを残してます。ということでね、この特別定額給付金一律5万円なり10万円に反対する人は基本的に誰もいないんですよ。ただやっぱり心配は、私も心配してるんですけども、国が永遠に助けてくれないってことを私たちは忘れちゃいけないんですよ。一瞬の10万円、一瞬の5万円があります。でもそれは継続的に私たちの手元に届くわけではないんですよね。何が順番として必要なのかっていうのはみんな判断違います。私たちは自分の銀行口座に5万円10万円が放り込まれることがまず第一だというふうに思いがちなんですけども、その反面で、そのお金をね、どういうふうに創出するか、そのお金を振り分けたことによって振り分けられないお金についてはどういうふうに考えていくのかってことをトータルで考えていかなくてはならないのかなと思うんですよね。まあいろいろとね申し上げました。ぐちゃぐちゃになりましたけども、今回の動画ではね、麻生財務大臣が一方的にノーと言ってるわけではないってことが伝わればいいかなと思います。皆さんからのコメントもね、お待ちしております。本当に毎日切実なるコメントをいただいてね、私も身につまされるものがありまして、ますますね、この動画での呼びかけっていうのを強くしていかなくてはならないかなと思っております。皆さんのコメントがね、私たちの動機になります。もうそんな動画作んなくていいよっていうコメントが増えれば私もそのうちやめると思います。ただですね、私のこの動画に期待してくださる方がいたりとか、まあ、久保さんの動画でいろんな知らないことに気づきましたって方がいらっしゃる限りは、これからもね、誤解を恐れずに発信していこうかと思います。私も何分勉強不足ですんで、もしかしたら勇み足で、まだね、決まってないこととか、分かってないことを言ってしまうかもしれませんけども、そこはですね、私もパーフェクトではなくて、私の願望も込みで、このようにね、動画を撮っているとご理解いただければと思います。まあ何にしても特別定額給付金が振り出されたことが決まったわけではないです。ここが希望なんですよ。決まってないということは決めさせなければなりません。決めさせるのは私たちの行動次第ですよ。私たちが特別定額給付金を出してくださいっていうふうに動機づければ出る方向に決まるでしょう。でも私たちがね、諦めて声を上げるのをやめてしまえば出ない方向に傾いていくでしょう。あなたはどちらがよろしいでしょうか。それでは、いってらっしゃい。こんにちは。速稼塾の久保です。なんかね、
私がね、特別定額給付金の話題をいっぱい出してるのは、チャンネル登録者数を増やすためだというね、コメントをちょっと見てね、なんかね、思うところがあったんで今回お話したいと思いますけども、基本的に YouTube 上げる人って、いろんな意味でチャンネル登録者増やしたいんで、まあその通りで言えばその通りなんですよ。ですんでね、チャンネル登録者数をある特定のネタを使って増やすのがけしからんってことでしたら、YouTube は存在しないことになっちゃいますよね。で、それからね、私別にチャンネル登録者を増やそうと思って呼びかけたことはありません。チャンネル登録お願いしますとかやってないでしょ。関係ないんですよ。そういうことは。うん。私は自分の心の中で思いたいことを発信してるだけで、気に入らなければね、どんどんチャンネル登録解除していただいて構いません。で、私、動画でたまに言ってるんですけども、チャンネル登録ゼロが理想なんですよ。というのが、私のね、無茶苦茶な理屈とか、無茶苦茶な発言を同調できる人って、究極はいなくなると思うんですよ。うん。だからこれはね、視聴者さんの、おもんぱかって視聴者さんの気持ちを忖度して話す部分もありますけども、ただ基本的にはね、どっちにしようかなと思った時は、間違いであろうが、誤解であろうが、私はね、その瞬間思ったことを話します。で、後日、考えが変わったら、修正の動画を出します。ですんで動画が増えるんですよ。まあだからね、ご指摘されることはもう最もなんですよ。チャンネル登録増やすためにそんなことやってんじゃねえみたいなことありますけども、チャンネル登録とか再生数を狙わない YouTuber っていないですからね。逆に言うと、そういうのを狙ってないのは私ぐらいのもんなんですよ。チャンネル登録が減ろうと、再生数が減ろうと、全く関係ないと。私の理想はチャンネル登録ゼロ、再生数ゼロなんですよ。言いたいことを言って、それを誰も聞いてない。まさに私のオリジナルの発信がそこに存在するってことになると思うんですよね。誰にも噛み合わないような発信。それが私オリジナルの思考なのかなと思ってますけどね。まあこう言うとね、せっかく私の放送を気に入ってくださる方に背を向けたような感じになりますけども、でもね、私の発信してることがもうどうしてもなく好きなんだと。もう何回でも見たいんだっていう方もいらっしゃるのも事実で、そういう方にやっぱりね、支えられてることもありますし、現実ね、私が動画を上げるたびにコメントをくださる方とかね、メッセージをいただく方とか、私の銀行口座になぜかお金をね、振り込んでくださる方とかね、それからお中元お歳暮を送ってくださる方とかいるんですよ。それは非常にありがたいなと思いますんで、お礼の、こう発信とかね、それから、いろいろとやらせていただこうかと思いますけども、まあなんて言いますかね、ここにね、ちょっとね、記事があるんですよ。記事っていうかコメントがね、確実に決定しない動画に、あたかも再給付が期待できるみたいな動画上げて、リスナー増やしやチャンネル登録増やすのはやめた方がいいよと。現実味が全くないし、見たくないというふうに書いてますよね。その続きのコメント見れないんですけども、まあそう思うようでしたら私の動画はもう見に来なくて結構だと思うんですよ。まあ、世の中はとかくファンタジーですからね。ですから私の動画が真実だけを述べてるってことはないです。間違いもありますし、思い違いもありますしね。それから私の情報不足とか勉強不足、理解力不足、表現の不足もあります。そういうのもやっぱりね、差し引いて見ていただいてるんだと思います。まあですんで、今回コメントいただいた方ってのは、まるでね、まあ批判するわけじゃないんですけども、考えてほしくないのは、私の発信に対して、ものすごくね、バカな人が見続けているっていう論調はやめてほしいなと思うんですよ。そんなことないです。みんな賢いんで。私の動画見てる方ってのは。私は賢くないですけども、私の動画見てる方って賢いんで、ちゃんと情報の選別能力とか、私の発信から物事をね、現実を差し引いて受け取る、そういうふうなね、思考は持ってると思います。まあですんでね、私は何の心配もしてません。私は特別定額給付金が確実に出れますよ、なんてこと言ってないんですよ。こうコメント書いてますけども。期待できるみたいな動画上げてって書いてますけども、いや、期待はできますよ。期待は自由じゃないですか。明日が天気なのか雨なのか、期待は自由です。そんなこと言ったら天気予報は全部詐欺罪で告訴されちゃいますんでね。だから私はね、実現するためになんかやることをやっていきましょうと。もしやることがないんだったら諦めましょうってことだけなんですよ。ね、官邸にメール送ったり電話送ったりとかして、国民の声を届けることって、そんなに悪いことなんですかね。だって国民の声聞きたがってますよ、権力を持ってる方は。だから声を届けましょう、素直に。いや、もういりませんよって声を届けてもいいんですよ。自力で何とかしますから。私たちは食うに困っても、自分のことは自分で面倒見ますからっていう声を官邸に上げて、特別定額給付金なんていりませんっていうことをね、もちろん報告してもいいと思いますよ。でもやっぱりそうではなくてね、予備費っていうものは、私たちの国民のために使ってくださいっていう要求を上げるのも自由なんでね、それでもいいんじゃないですかね。私はどっちかっていうとそう考える方なんですよ。かといってですね、私が5万円、10万円欲しいというわけではありません。ここも誤解してほしくないんですけども、まあ私はね、独自のビジネスやってまして、特に、
5万円10万円で何とかしようという気持ちはないですけども、前回いただいた10万円も結局ね、納税額が上がっただけであんまりいいことはないんですよね。こう言うと本当にね、いい気になるなって言われそうですけども、やっぱ基本的には私は自力で生きていくもんだと思うんですよ。自力でね、その自力で生きていくものの一つの中に自分の辛さとか弱さとかね、悲しみをもしね、受け取ってくださる方がいるんだったら訴えること、これも自力で生きていくことだと思うんですよね。今のところちょっと苦しんで、ちょっと手伝ってもらえませんかと、その財政出動国民のために使ってもらえませんでしょうかっていうのも自由だと思うんですよ。だからそれだけなんですけどもね。まあこれからもね、勝手なことを言いますけども、気に入らない方はぜひね、見ないようにしていただければと思います。中にはね、私の発信がものすごく嫌いで、もう腹が立つと、だから毎回見に来るって方もいますけども、多分ね、もっともっと快適になる動画って世の中にいっぱいあると思いますんで、そちらの方見た方がいいと思うんですよ。私と合わない方っていますからね。合わないところを無理やり合わせようとも、する必要ないですし、合わない人の発信をずっと見てね、より不快感を高める必要もないと思うんですよ。ぜひね、ご自身が気持ちよくなるようなね、で、楽しくなるような動画を探していただければ、今いっぱい出てますんでね、そちらの方をお勧めします。ただまあ、私に対して怒りをぶつけて、気持ちが良くなる方もいると思いますんで、そういう方に関しましてはね、ぜひまた見に来ていただいて、腹を立ててもらったらいいと思います。ね、私に対して、いろんな感情を抱くのはこれも仕方がないです。人対人なんでね。まあでもね、YouTube こうやってやってきて、チャンネル登録、1万人を超えるあたりまでは、本当何が何だか分かんなかったですけども、今ね、まあ100人、200人、確かに毎日増えてますけども、まあ特別定額給付金のネタなんてね、すぐ終わりますよ。心配しなくても。その上でも、残ってくださる方とか、離れていく方いっぱいいますんでね。まあリスナーを増やすためにやってるって言えば、それはね、その通りですよ。まあ増えなくてもいいとは思ってますけども、ただね、それを言うんだったら、テレビ、マスメディア、ね、新聞、雑誌、全部読者増やすため、リスナー増やすためにやってますから、じゃあそこに対してもね、いろいろと思うところがあるんだろうなと、思うばかりでございます。ちょっとね、聞き取りにくい言葉の連発ですいませんけども、深夜5時ですか、思いの丈をちょっと話してみました。まあこれからもね、見たい方は見る、見たくない方は見ない、再生ボタンを押すかどうか決めるのはあなたでございます。それでは行ってらっしゃい。